平野の仕様さんの最終人には多くの興味深い側面があります。彼の成長や魅力、そしてその背後にあるストーリーについて、これからも注目が集まることでしょう。その前から、彼に声をかけていた企業や、退所したが再び戻ってきてくれた企業もある。我々だけでなく、多くの人が彼を待ち望んでいたようです。そう、彼は子供たちにも大人気だったのです。そして、彼の存在が待ち望まれるだけで、 多くの家庭で彼の名前が上がり、彼の登場を待ちわびる声が聞こえることでしょう。そして、もう一つ興味深い点は、なぜ彼が2年前に一度退所したのか、そしてなぜ今再び戻ってきたのかという疑問です。彼の再就任には、企業側からの信頼が大きく関わっていることでしょう。彼の人気と実績が、企業にとって不可欠な要素だったのかもしれません。 プレスリリースを読むと、彼が再びムヒシリーズの顔になることを喜んでいることが伝わってきます。2年ぶりの再就任に対する彼の喜びが本当に伝わってきます。その一方で、私たちも同じくらい嬉しいです。夏になると、ムヒを見るたびに、私たちの心が温かくなるような気がします。また、彼にムヒの CM を見たいという声も多く聞かれます。夏はムヒ一択だよ。またムヒの CM してほしいって。 またムヒたくさん買わなきゃ。彼の復帰は多くの人々にとって喜ばしい出来事であり、これからの夏に向けて期待が高まります。彼の広告が再びテレビ画面を彩る日々が待ち遠しいですね。また、彼が大人になって帰ってきたという感覚もあります。その姿は以前よりも輝きが増しているように感じます。企業からの信頼も厚く、ムヒシリーズにおいて彼が再び揺らわれたことは、その証拠です。 彼が表現する自信と信頼は、私たちにも元気と希望を与えてくれます。彼の復帰は、単なる CM 出演の話ではありません。それは彼の成長と変化の物語でもあります。彼が以前とは異なる大人の姿で戻ってきたことは、彼のファンにとって大きな驚きであり、彼の進化に感動しています。彼の姿はますます輝きを増し、ファンの心を掴んで離さないでしょう。 しかし、私たちはこれだけで満足することはありません。彼の復帰が多くの人々に喜びをもたらした一方で、未来の可能性についても考えさせられます。彼の成功は、ただ彼の個人的な成功だけではなく、未来への期待や夢を抱く人々にとっても希望となるでしょう。今後の無ヒシリーズの CM がどのように展開されるか、また、彼の復帰がブランドに与える影響について、ますます興味が湧いてきます。彼の成功は、 単なる広告キャンペーンの一部ではなく、社会全体に影響を与える可能性があるのです。紫輝くん、おめでとうございます。あなたの再びの登場を心待ちにしています。そして、これからもあなたの活躍を応援しています。夏が待ち遠しいですね。この記事を読んで、平野仕様の復帰について、どのような感想をお持ちですか彼の復帰がブランドやファンに与える影響についてどう思いますかまた。 あなたが期待する彼の今後の活躍について、どのような展望を持っていますか